日ごとの糧二2021年11月15日。お前たちの周囲に残された国々も、主である私がこの破壊されたところを建て直し、荒れ果てていたところに食物を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行う。エゼキエル書36章36節しかし、彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンテオキアへ,へ行き、 ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の,の数は多かった。人間項録11章20節21節。神は国土が荒れ果て、民の心が荒れ果てていくのを黙って見ていることはできません。どこかに希望の種をまき、 どこかに生きるを励ます愛と力を提供しようとしておられます。それは民の心も国土も共もに豊かに実りを得ることができるためです。神は私たちを呪うよりもむしろ祝福で包み込もうとしておられます。最初、 クリスチャンこのクリスチャンというのはキリストのものっていうことでそのキリストのことばっかり言ってまるでキリストに心を奪われてしまったような人というニックネームですけどそのあだ名をつけられたのはアンテオキアの教会の人たちでしたそこで宣教しキリストの証をしたのは迫害から逃れた無名の人たちでしたそしてそのニュースがエルサルムに伝わりバルナバという人がそこに出かけそれが真実であることを確信確認します さらにバルナバはサウロ、後のパウロですがを探して連れてきて、一緒にその地域で聖書を教え、教会を指導することになります。しかし、その出発点というのは、迫害から逃れた無名のキリスト者による言葉と生き方による証でした。それももちろん、神の恵みと神の力によってなされた大きな大きな出来事でした。そこからいわゆる違法人への伝道が始まり、 やがてその福音は日本にも届くことになるわけですからね。とても大きな出発点だったわけです。神は私たちを見捨ててはおられません。花を咲かせ、身を実らせようとしておられます。誰かを通して、あるいはあなたを通して。神がそれを望んでおられる。そのことを今朝、しっかりと心に留めたいと思います。お前たちの周囲に残された国々も、主である私がこの破壊されたところを立て直し、 荒れ果てていたところに食物を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行う。しかし彼らの中に、キプロス島やキレネから来た者がいて、アンテオケへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。なんか、励ましに満ちた。 そして希望に満ちた言葉ですね。祝福ありますように。